それでいいわね。除菌用のエタノールですか？なくなったから補充したので。相変わらず急に現れますな、ミニリさん。それは知的好奇心の香りに釣られたからですな、元美さん。何か聞きたいことがあるんではないんですか？そうなのよ。実は今日消毒用エタノールを買いに行った時に横に無水エタノールってあって、これって何に使うんだろうって思ったのよね。無水エタノールは消毒用よりもアルコール濃度が高いので薄めで使用したりするのですが、なんと DNA を抽出することができるんです。 DNA ってあの DNA？ あの DNA です。大雑把ですが、このような手順で抽出することができます。これをエタノール沈殿と言います。では 100% のオレンジジュースで抽出したものを見てみましょう。待ってました。この白い糸のようなものが DNA です。これが DNA なのね。こういうものを想像してた。はい、だから大量のこれが含まれています。これってジュースだけでできるの？今度は鶏のレバーを用いて丁寧に説明していきますね。用意するものはこちら。レバーは凍らせることで DNA 分解酵素の働きを抑制します。まずレバーをすりつぶし、細胞を破壊して DNA を取り出しやすいようにする細胞破砕を行います。中性洗剤 1ml を加えて大きな塊がなくなるまですりつぶします。なんで中性洗剤が必要なの？良い質問です。細胞と細胞中の核の周りはリン脂質でできた膜で覆われています。リン脂質は油の一種で、洗剤を使うことで水に溶けるようになります。こうして膜の構造を壊し DNA を取り出しやすいようにします。なるほど。続いてビーカーに 20g を移し、塩化ナトリウム水溶液 20ml を加えて白っぽくなるまで湯煎しながらかき混ぜます。そしてガーゼを3枚重ねて広げこします。塩化ナトリウムって塩よね？グッ。実は塩が重要なのです。 DNA はよく水に溶ける一方、エタノールには溶けません。ではエタノールを加えれば DNA が析出するのか、そうでもないのです。 DNA のリン酸基はマイナス電荷を帯びていて、これが原因で核酸分子同士が反発してしまい、集めて析出させることができません。そこで塩化ナトリウムを加えると、ナトリウムイオンのプラス電荷がリン酸基のマイナス電荷と引き合い、反発がなくなり集まりやすくなるのです。ふむふむ。では続けますね。こした溶液に氷水を当てて冷やし、冷やしたエタノール 40ml を静かに注ぎます。DNA はエタノールに溶けませんので、 DNA が溶けている水にエタノールを注ぐと DNA はエタノールに溶けていられず析出するということです。析出したものを別のビーカーに移しますが、この段階ではまだ不純物があるので、もう一度同じ作業を行います。塩化ナトリウム水溶液を 20ml 加えて溶かす。再び湯煎しながらかき混ぜ、ガーゼでこし、氷水で冷却する。エタノール 40ml を静かに注ぐ。水槽とアルコール槽の境界に DNA が析出します。これが DNA ね。ここから電気映像、PCR を用いた分析や解析などなどといった操作につながっていくのですが、今回はここまでにして、別の機会に電気映像装置を自作して抽出した DNA を分析してみたいと思います。
沈殿のおかげで生命の設計図 DNA を身近に感じちゃったな。良いエンドルフィンです。ありがとう、ミニリさん。今度は DNA についてお話ししますね。そっちも楽しみ。